うんうん、うん、よかった。うさぎさんです。じゃあ、ね、クマ食べよう。かわいいよ。どうやってこうやったんだろう。あ、開けれる。おいしい。うん。今日の、ご飯は今レッスンがカキフライレッスンが終わったので、それを久しぶりに食べたいと思います。これがレッスンのカキフライです。これが即席タルタルで、これがね、自家製のカツソースです。で、あとは普通にふづき米ご飯と、そう、またですまたです、生春巻きとお味噌汁と、これはね、じゃがいもを使ったグラタンみたいなもので、ちょっと今試作してます。あと、きのこ汁です。こんな感じです。いつもね、レッスンの後毎回揚げ物を食べているわけではなくて、うちは週に1回、多くても2回までに揚げ物はしているので、冷凍したりして調節しています。今日はね、久しぶりに今日は食べたいと思います。では、いただきます。もうすぐ着きます。この辺はもう何にも左見たら左、え、左、左も右もじゃない、すごいね、何にもないです。こんな感じ、すごいね、田舎というか、来たからいいね。すごいよね、田舎来るとさ、ああいう大きいお家ばっかり、楽しみだね。今日はこれから友達といちご狩りに行ってきます。もうついて今友達待ってるんですけど、よいしょ、今日はね、母の日なんです。置けないな、ダメだ、携帯が置けない。で、そういう時にね、これがすごく私は便利で毎回使ってるんですけど、この、 あの日本で捨てられたプラスチックの傘あるじゃないですか。それからね、作られたカバンなんですけど、これをね、私すごいちっちゃい、なんて言うんだろう、これショルダーじゃなくて、これちっちゃいやつをいただいたんですけど、もちろん他にも大きいトートバッグとかもあるんですけど、私はね、そう、これにして、これ携帯がすごいね、ちょうどよく入るから、こういうなんか手を出かけてて両手が空いた方が楽な時とかはね、これあの本当必須で使ってます。ここに携帯入れて、まあ、鍵がある時も全然鍵も入るし、で、ここね、ポケットこうやってついてて、で、しかも濡れても平気だし、長さもね、こういう感じで調節できるので、すごくね、便利で、これね、こういうお出かけの時に気に入ってます。プレデートの時とかも、あの、なんだろう、お着替え以外、あのお財布とかそういう貴重品を入れるのにね、すごく便利で重宝してます。はい、そんな感じです。こんな感じで、パシフィックスターガーデンズっていうところなんですけど、もうここは完全に自然農法っていう感じで、見ていただくと分かると思うんですけど、もうね、草がいっぱい生えてて、この中にね、ほんとイチゴがある感じです。で、アメリカでは珍しい量り売りで、無人なんですよね、ここ。あー、苗も売ってるね、ほら
ってるよ、ナス。ねえ、あートマト買ったのに、そっか。ほら、こんな感じで、ユーピックで、パーパウンド4ドルで、ここでね、こんな感じで測るんです。測って、もう自分で。で、お金も、もう、本当に入れてく帰るんです。特に、あれで。あ、これだ、これ。Please pay って書いてあるけど、そう、ここで測って、やる感じです。ねえ。なんか日本の、あ、かわいい。え、これすごいかわいい。お花かな？お花だね。すごい。そう、こんな感じで。あ、ここにね、こんな感じで看板出てますね。いちごこれ。これいちごじゃないね。いちごとったよ。では、友達が来たかな？行ってきまーす。ちょっと早すぎた。終わり？え、でも葉っぱがこんなんじゃないよね、いつも。うん。もう、スタッフみたいな。なんかちょっと早めの取ってお家で熟そうかなって思ってる。なんか食べ頃はやっぱ難しくない？あんまりないよね。テントウムシがくっついてる。かわいい。今いちご狩りから帰ってきました。なんかね、いちごは微妙な感じだったね、非常に。うん、取られ尽くしてるから。取られ尽くしてるのか、鳥さん並んでた。うん、取られ尽くしてるのか、もう終わりなのか、今年は不作なのかわかんないけど、一昨年行った時よりも行った時、まあ、あんま覚えてないけどね、どんな感じだったか。でもなんか全然違くて、あんまり取れなかったけど、まあでもね、楽しかったし美味しかったので良かったです。で、今から友達のね、家族と一緒にランチを買いに行って、公園があるので公園でお昼食べて、いちご食べてまたいちご食べる。そう、お昼食べて、まあ子供たちね、遊ばせながら。ただ今日すっごくもう風が強くってで、風が強いからね、ちょっと適当に過ごしたいと思います。すごい。こんなにいっぱい取ってきました。ちょっとね、あえてまだ早いかなっていうのも取ってきたので、ちょっとね、様子を見て食べていきたいと思います。あー、美味しそう。すごい甘い匂いがする。おっと、わっ、ボールに入りきらない。なんて贅沢なんだろう。大事に大事にいただこうと思います。すごーい。